台湾人から頼まれた。知り合いのイタリア人から夕方電話。ヘルプミー、落ち着け、深呼吸しろ。おまわりさんが警察に捕まった。なんだこいつ。何、警察に捕まったの？うん、日本の知り合いに電話しろって。いや、身元引き受け人とかなら自分とこの社長とかだろ、JK。だってくるくる。分かったから近くにいる人と代わって。あー、お知り合いの方ですか？はい、何かやったんですか、そいつ？いえ、ちょっとした勘違いが重なりまして、何でもなかったんですが、帰っていいよと言ってもずっと動かないんで。一応、顛末としては。イタリア人、街を歩いている前から高校生スクーター爆走。びっくりしているところにおまわりさんが止まれーと叫んで走ってくる。イタリア人、びっくりしたまま硬直。スクーターを追っていたおまわりさん、諦めて振り返るとイタリア人が動かない。話しかけるとイタリア語でバタバタジェスチャーをしながら話し出す。止まらないので分かる人に電話してくださいと英語で話す。今ここの後。何、どうするの、強制送還？大丈夫、おまわりさんに挨拶して帰っていいってさ。本当に大丈夫？ワッパはめられない？どこでそんな言葉を覚えた。イタリア人に怖くて帰れないから迎えに来てと言われたので迎えに行ってそのまま飲んできた。迎えに行ったらまだおまわりさんがいてくれて、お迎え来た、ようやく解放来たって感じの顔になってて和んだけど、財布軽くなったのはなぜなんだぜ。